皆さんおはようございます。私コニカミノルタの甲田と申します。よろしくお願いいたします。本日は絶好の汗かき日和ではないんですけども、今回はですね、世界初の体臭を測れるデバイス、クンクンボディというのをご紹介しますと。こちらの方にくるくるに流れてるんですけども、これがハンディタイプの機器とこのスマートフォンをセットで使うサービスになってまして、測れる場所は頭、耳の後ろ、脇、足4箇所。測れる匂いは汗臭、加齢臭、ミドル臭という3つの匂いを測ることができます。こちらのサービスの世界観をお伝えする動画というのを作っておりますので、ちょっとご覧ください。例えばこのように大事な商談の前に、自分の身だしなみをチェックして、その流れで自分の匂いもチェックするみたいな。で、匂ってなければ安心して、匂っていれば対策してということで、大事な場面で、自信を失わずに失敗しないための新しい身だしなみのツールとして使っていただきたいなという思いで開発をしてきました。なんでこんなプロジェクトを始めたのかっていうのが、きっかけなんですけども、ちょうど2年前ぐらいの今頃なんですが、メンバー同士の会話の中で、ちょっと熱くなってきて自分の体臭気になるよねみたいな会話からこう始まってきましたと。で、いろいろ調べてみて体臭を測る機会がないなということで、じゃあこれ自分たちで作れたら面白いんじゃないかなっていったところで、お客さんのこう課題を深掘っていったっていう流れになっています。で、匂いはいろんなところで人に不快な思いをさせているというのは分かってくるんですけども、例えば人であると、自分の体臭が周囲の人に迷惑をかけてしまっている、いわゆるスメハラという問題がありますと。あるアンケートによると、一番どうにかしてほしい身だしなみナンバーワンは体臭なんですけども、一番指摘しにくい身だしなみナンバーワンも体臭と言われていて、これはまさにこうスメハラ の発生している大きなギャップのポイントになっていると。で、これを対策する製品というのは、世の中がもうすでにマーケットとしては存在していて、特にこう数年男性向けのデオドラント製品が非常に伸びてきていると。ただその一歩手前の測定するといったところに、市場がないなということに気づいて、なんでこれがないのかなといったところは、実はその嗅覚の特徴に結構ポイントがあるなと分かりましたと。一つ目に疲労性という、これは同じ匂いを嗅いでると慣れてしまうという特徴があったりとか、好き嫌いという人によって、同じ匂いでも好き嫌いが激しかったりとか、あと3つ目に感性に響くという、そういった特徴から、人によって感じ方が様々で定量化するのが難しかったっていうのが匂いなんだろうなと。で、そこで我々がその人の嗅覚と同様に匂いの定量化システムを実現することができると、新しい価値が提供できるんじゃないかなということで、我々、複数の学センサーを入力としてニューラルネットワークを組んで、機械学習をさせることによって匂いの種類と強さを判断するという、スマートフォンを判断してスマートフォンに通知するというシステムを開発しましたと。実はこの流れっていうのは人間の嗅覚と同じシステムで、人間の嗅覚も鼻の中にある嗅覚受容体という匂いを検出するセンサーみたいなものがあって、それがニューロンによって検出信号が脳に伝達されて、脳内のパターンマッチングで匂いを解析判断しているとっていうようなことをやっていますと。で、これはまさにそのいわゆる、センシング解析出力という、サイバーフィジカルシステムそのものというような形でなっていますと。こちらは実際にそのニューラルネットワークを組んだ複数のガスセンサーの波形なんですけども、例えば左下のこのジアセチルという、これはミドル脂臭の匂いの元なんですが、これをこうクンクンボディに嗅がせると、クンクンボディの方であるセンサーが、電圧値がこのようにこう変化していって、それで匂いの種類と強さをこうアプリの方にこう表示するみたいな、そんなような流れのものになっているんですけども、こちらは実は我々の技術ではなくてですね、大阪工業大学の先生と一緒に共同開発した技術になっています。で、実は我々大工大だけじゃなくて、いろんなパートナーさんとオープンイノベーションで事業を組み立ててきてまして、というのも、我々そのプロジェクトを2015年にスタートしたタイミングから、ほぼ2人でこうプロジェクトを回してきたということで、自分たちだけはもう全然どうにもならないので、地でオープンイノベーションを実践してきたという形になっています。
まあ、当初の方はビザスクスさんであったり UIs デザインさんとかの、まあ、サービスを活用しながらその CVP の調査をハードアプリ開発パートナーさんと共同で行ったりとか、まあ、ゴールドウィンさんとの販売提携を行ったりとか、もちろん幕開けさんにも多大な協力いただいて、まあ、この2年という短い時間で、まあ、非常に素晴らしいパートナーさんに巡り会えてスピーディーに進めることができたかななんていうふうに思っています。もう一つ、まあ、オープンイノベーションの実践事例としてご紹介したい動画があるんですけども、まあ、我々プロトタイプができたタイミングでも積極的にお客さんにこうタッチ&トライをというのをこう実践してきましたと。まあ、この動画は昨年ちょうど1年前夏が大阪で実施したプロトタイプの体験会のイベントの模様ですと。まあ、このようにこう、まあ、行列ができるラーメン屋さんぐらいにこう大衆を測りたいという方がすごい並んでいただいて、まあ、我々はこの B2C、B2B のお客様延べですね2000人以上の方にご意見いただいてその製品のブラッシュアップに生かしてきたと。まあ、コンセプトが固まってから世間に出すのではなくて、まあ、生煮えの状態で市場検証するということが非常に重要なんだなといったことも学びでしたと。まあ、こういった活動を通じて、まあ、アンケートを取っていく中で自分の体臭を測れることに魅力を感じる方っていうのが、まあ、93% いらっしゃったということで、まあ、サービスの重要性を確認できたなといったところがあったんですけども、まあ、ただその果たしてその実際にお金を出して買っていただけるかというところまでやっぱり確かめる必要があるということで今年の4月13日からクラウドファンディングの幕開けに出品させていただきましたと。で結果はまあ2時間半ぐらいでまあ目標を達成して、まあ、一晩で1000万、3週間で3000万を突破したということで、まあ価格を含めた重要性も確認することができたなというふうに考えています。で今後なんですけども、まあ全体のロードマップとしてはその匂いを嗅ぎ分けるというシステムは、まあ、いろんなところに応用を効いてくるんだろうなというふうに考えてまして、例えば人であればそのセメハラ対策はもちろん接客をこう営んでいらっしゃるような事業者さんの接客品質の向上であったりとか、その消臭剤を作られているメーカーさんの自社の製品 の性能反則ツールとして使っていただいたりとかっていうことができたりするかなと。あと空間であれば、まあ、なかなか気づきづらいタバコの匂いとかペットの匂いみたいなそういった部屋の中にこもってしまっているような匂いをこう嗅ぎ分けるツールを作ったりですとか、食品であれば、まあ、食品の腐敗みたいなものをちゃんとこう算定できることで食品ロスみたいなものを防げるみたいな、いろんなところに応用を聞いてくる、これるなというふうに考えています。で我々はまあこういったものを作るにあたってその匂い検出プラットフォームで HANA と呼んでるんですけども、それをまあ活用することで人、空間、物、いろんなところに出ている匂いの課題をちゃんとこう捉えることで安心できるもう社会を提供するべく、今後もこの匂いの領域で頑張っていきたいなというふうに思っております。以上です。小田さんありがとうございました。